声楽家伴奏者育成コーチコレペティトールの香川です。今回はフィガロの結婚第2幕の最初の曲、伯爵夫人のカバティーナの後のレチタティーボのところを見ていこうと思います。まあ、最初のカバティーナ のところでは伯爵夫人が涙に暮れて夫の気持ちが離れてしまったことを嘆いて神様に祈るところでしたね。で、その後にヴィルニカラスザンナフェニシネルストーリア、まあ、伯爵夫人が、スザンナいらっしゃい、話を最後まで聞かせてと言って、スザンナを呼びます。そうするとスザンナがエチャフェニエイト、はい、全部終わりました。で、伯爵夫人がで、お殿様はあなたを誘惑しようとなさった。いや、伯爵様はそんなことしません。私のような身分のものにはお金で解決しようと思ってます。伯爵夫人はまあなんてひどい人なの、あの人はもう私を愛してないわと言うと、そうするとスザンナがじゃあなんであんなに嫉妬深いんでしょうね。伯爵夫人がそういうものなのよ、夫というのは世の習いとして不実で生まれつき気まぐれで、そしてみんな嫉妬深いのよ。あ、でもフィガロは違うわよ。まあそうですよね、これから結婚するスザンナだから夫というものはそういうものなんですよって言われて、まああんまりいい気分はしませんものね。そこでちょうどフィガロがランララランララランララランと歌いながら入ってきます。あ、彼ですわ、スザンナ。フィガロは陽気に、ご心配はもうご無用です。まあ、伯爵様は結局私の花嫁が気にめお気に召していて、そこで昔放棄された権利を戻したくなっちゃったっていう、それだけのことなんです。これはあり得ることで、まあ当たり前ですね。いや、すごいこと言いますね。伯爵夫人がびっくりして、え、あり得ること？スザンナも驚いて、当たり前ですって？フィガロは、まあ、ごく当たり前のことですね。もしスザンナが望んでいるならね、うん、フィガロの会話っていつもね、こんな感じでちょっと茶化して、で、フィガロの話では殿様は私を大使館付きの使いっぱしに、そしてスザンナを秘密の参事官にしようとしているんですよ。でも彼女は固くなに拒んでいます。私が考えるには、バジリを通じてお殿様に嫉妬心を起こさせるようにしたらいいと思うんですよ。その嫉妬心というのは、伯爵夫人様に何か心に秘めてる方がいらっしゃるようなことを思わせたらどうでしょう。伯爵夫人、あんな嫉妬深い方にそんなことを言う。フィガロが、まあそれは一層結構なことですよね。それだとより早く行きます。お殿様が混乱して、まごついて、ごまかして、そして時間を稼ぎましょう。あ、それとも、そうです。私の判断でケルビーノをまだ出立させていないんですよ。ケルビーノに助走させて、スザンナには手紙を書いてもらいましょう。スザンナがお殿様を待っているということに。そしてケルビーノには助走させて、そして彼女の代わりに行かせるんです。そこを奥方様が現場を抑える。そうしたらばお殿様も恥をかくので、行いを正すのではありませんか。どうかしら、どうでしょう、女性たちが言っています。で、ケルビーノをここによこしますので、彼のことはお二人に任せます。そう言って、フィガロは、セボルボンラエスイドルコンティノイルキタリノレソネロセレソネロセレソネロ、一幕で歌った歌を歌って、その場を離れます。